アイテム番号。SCP-474JP。オブジェクトクラス。セーフ。特別収容プロトコル。SCP-474JP は専用の飼育ケース内で飼育されます。飼育ケースは小生物オブジェクト収容用庫室内に安置され、監視カメラとサーモグラフィーによる間接的な監視を行ってください。給仕や給水、清掃や設備の点検と新設は遠隔操作のロボットによって行い、収容用庫室内にいずれの人間も立ち入らないようにしてください。SCP-474JP を用いた実験はセキュリティクリアランスレベル1以上の職員ならば誰でも申請が可能ですが、担当研究チームの承認を必ず得た上で、2名以上の担当研究員の立ち会いのもと行ってください。説明。SCP-474JP は体長約 9cm、体重 33.4g の一般的なジャンガリアンハムスターです。SCP-474JP は同種の通常個体と比較した場合、通常の食性と生理機能、感覚能力、情動反応を有します。しかし睡眠を一切取らない点と、老化も成長も一切進行していない点で異なっています。また、常時やや興奮状態にあると見られており、飼育ケースに対して攻撃的な行動に及ぶ例も報告されていますが、現在まで飼育ケースの破損による収容違反は発生していません。SCP-474JP の視界内に覚醒している状態の人間、以下、被験者、と呼称が入った時、被験者に対して異常が発現します。被験者は外部からの刺激に一切反応しなくなり、SCP-474JP を常に凝視した状態で踊り始めます。踊っている最中も SCP-474JP への凝視は維持され、可能な限り頭部を同一空間地点に固定したままで踊り続けます。SCP-474JP は被験者に対して特に関心を持つような素振りを見せませんが、踊りの最中は非常に興奮した様子を見せます。これが異常性質によるものなのか、正常な動物的本能によるものなのかは判明していません。被験者による踊りの形式やパターンは被験者によって異なりますが、同一の被験者を複数回 SCP-474JP の異常性質に暴露させたところ、それぞれで異なる形式やパターンの踊りを実行しました。踊りの様式は部分的に既存の近代舞踊、民族舞踊との共通点が見られますが、全体的にはそれら既存の舞踊と無様式の舞踊が混在した無秩序なものです。しかしこれまでの例全てにおいて、必ず右手第三つ指を立てたまま激しく腕部を動かすという動作を複数回実行するという共通点が存在します。踊りは4から26分間継続され、踊りが終了するのと同時に被験者は昏倒します。この混沌は、脳に対して非常に強いストレスが短時間でかけられたことによる本能的な防御反応であると結論付けられています。被験者は踊りの記憶を有しており、なぜ踊りに及んだのかについて尋ねた場合、必ず以下の文章をそのまま発言します。だって月地類の知識は月の給料線に至るギリギリギリだが夢の音楽を奏でてたからだよ。その他の精神活動については、異常性質に暴露する前と何ら変わっていません。ほい。担当研究主任つぼみか博士の手により、被験者による踊りの中で、第三つ指を立てている間の右手首から先の軌道を SCP-474JP の存在する地点から観測し、虹元的な線として捉え、描かれた順番で繋ぎ合わせることによって何らかの法則性のある図形、数式、または文章が構成可能であることが判明しました。以下は、これまでの実験記録の見直しによって発見された図形、数式、または文章の一覧です。月の表側に存在する、海、の模様外円図。アラビア語訳された、植物雑種の研究、書籍タイトル。向こうグラフの定義式、アメリカ合衆国カリフォルニア州、オレゴン州、ワシントン州を含んだ西海岸域海岸線図。神話的トッチ類、という架空の書籍タイトルと序文と思われる文章。文。章は84字の中国語シゲカラダ字、自由国語反対字で書かれていると思われる。宇宙だ宇宙が来るネズミが笑っている、という日本語で書かれた文章。塩基体の化学式と、三日一番番、という文字。インペリウム、という文字。ディディダダデイデダディディダルディド、という文字と、ロシア語で構成された論文帳の文章。文章では高脂肪有機物を低脂肪タンパク質へと変性する方法が論じられていると推測される。の証明式。レデイネス、という文字。
これらの図形、数式、または文章は、一度の踊りの中で必ず一つ表されており、すべての被験者はこれらの構成パーツを描き切ってから1分以内に混沌していたことが発見されました。